こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。キララファンタジア、おはよう。きちんと栄養は取ったかい？しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。はい、ではやっていきましょう。墓地団をまずやりましょう。せっかくの休みに外出だ。正気の沙汰じゃない。墓地団やって、超強敵クエストやって、余裕があればクラフトクエストですね。嘘、やれやれ。うんうん、イエーイ。そんな。よかった。なんだろう。ほう。よかった。そうやで。なんで。どうしようか。ルンやユウコの足には勝てないよ。はよ。ルンが分裂？どうしよう。そうだな。よし。なんでな？そうやな。じゃないか？そうやろうか。それなら。マジかよ。へえ。あ。フラグ？ちょっと。今度は二人か。せっかくの休みに外出だ。正気の沙汰じゃない。また後日談。なんで？おおきに。
どうしよう。あれ、どうしたんだい？マッチを複数になりそう。よかった。一体何が？ああ、うん。見たかよ。知ってる。せっかくの休みに外出だ？正気の沙汰じゃない。あ、まだ解放されないのか。この格好で浮かれてる姿を晒すの恥ずかしい。トールはいっぱい話しかけると喋ってくれるよ。これだとですね、土属性とが登場です。これ全員かな。こっちがいいかな。ゆうこボーナスはあっと。まあ100あるのは当然ですからね。敵レベルが高くてかつボーナスがつくキャラはいないのか。行きましょう。でかい。どうしましょう。いける。あんまりいけない。応援の力はすごいんです。こういうやり方だってあるんだから。やったわね。なかなか硬い。やっぱり硬い。誰も怪我させません。ほら、手貸すから頑張りな。お相手しちゃうわよ。全然ダメージ与えられない。誰も怪我させません。勢いつけた。出会い、やったわね。これ私の自信作なの。えい、これ大丈夫ですか。慣れないことしちゃったから。じゃあめんなさい。はい、ダメージ与えられない。ここで使ってみましょう、トールを。まあ、魔法使いのはず。少しだけど手伝わせて。少しだけど手伝わせて。よっと。やむを得ないね。私が守る。その自身を召喚するだけで話が悪い。ダメ、食べます。負
ける気がしねえな。一番強いか。あー、やっぱりやっちゃった。突っ込んでいくだけじゃダメ。これなら殴られても平気かも。誰も怪我させません。なんかこういい感じに。絶対大丈夫だから飲んで飲んで。痛いだわね。634か。こんなことでよければ一発本気でやっちゃうからね。スクワットガン。クソクソ。もう死なない。ご承諾くださいな。必ず勝つ。どうだ。これなら。ちょっと。これ。これは。健康一滴。こんなことでよければがっつり入れちゃ。まあまあいいでしょう。もうこれならどうだ。これ受け止められる。これは本気のコース行きます。ですよね。了解した。まずは在庫を取り寄せ。必要なものが外車とリーセット。茶葉とケーキスタンド。準備。お菓子とステーキ。準備。あとは提供するだけ。これはどうしたものか。サポートだって大切なんだからね。これは落ちてきてる。応援の力がすごいんです。やったわね。あ、彼女にどうぞ皆さん私を立てる。使うべきだった。カオ先生にこれで決める。アフターヌーン。了解した。
すごい、3万7千か。みんなのおかげ。すごいです。トールはいっぱい話しかけると喋ってくれるよ。すみません。ありがとうです。とても助かりました。さあ、コルク、トルクトレード屋に。早朝、早起きは三文の徳。今のおすすめ。154。いろんなあれが拾えますね。まああんまり星は意味がないんで、ここはカットです。交渉成立。100ないと交換できないのか、魔法のランプは。おはようございます。今日も頑張りましょう。開きますよ。クラフトクエストをやりましょう。いろいろあるなぁ。キラーファンタジア？相手が強い。いい面について挑まないと危ないかもな。正直この4人だけいいような気がするんですよね。この4人で、究極の4人で挑みましょう。知能集団か一人か分からないですけど、知能がおすすめかな。僧侶の回復系が多いんでね。やっぱり。それでは行ってまいります。どうしましょう。応援の力はすごいんです。手加減しませんよ。皆さんのやる気をアップします。守りもしっかりしなきゃ。これでどうです？さあ、まあこの辺は軽い。
そうでした。通常攻撃は全体攻撃だったんだ。勝ちましたよ。以上ですか。最初なんでコンテンツ報告しましょう。マッチはなんだかんだ言ってもいつもランプを気にかけてるよね。しっかり休んで、しっかり働こう。キャンファンタジアのオープ、他いろいろ獲得です。私の家具に不備の二文字はない。お、色が変わりました。中野あずさです。親がジャズバン。クエストはたくさんあると飽きないものです。この調子で、どんどんこなしていきましょう。ご注射。ゆずこ行ってみるか。今日はみんなでお出かけだね。覚悟するです。よいしょ。アシスタントの経験を生かします。えい。今は我慢の時だね。こんなことでよければ力が湧いてきます。アンチも強い。そうだとしか言いようがないですね。じゃあ、スキー検温のクエストやっていきましょうか。通過ぜ青葉。行ってくるです。最初から青葉投入しましょう。らしいところ見せないと。お願い、間に合って。アシスタントの経験を生かします。力が湧いてきます。どんな時も頑張るぞい。ガオー。芝居の成果が出てるかも。やる気をアップします。うまくいくといいんだけど。きっと大丈夫。やっちゃいますよ。強いです。きっと勝てるって思ってました。まあ、クリケクラフト自体はそんなに難しくないってことですね。報告しましょう。
うさこかい。新メニュー。私に似合うだろうか。かぐだね。私の家具に不備。そして最後検温ですね。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。家具だな。私の家具に不備の二文字はない。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。はい、というわけで、ここまでですか。終わりですね。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。はい、というわけで、キララハンたち遊んでみました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。これまでのキララハンたちで遊んだ記録プレイリストに載せております。ぜひご覧ください。また20秒で、関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。